外まだ真っ暗ですね。モーニング。モーニング。モーニング。あれ？やっ。Where's your car? Yes, 2 minutes. Find fuel. 2 minutes. Ah, 2 minutes. She's my car. That's your car. Yes. Okay. Ah, Suzuki. Yeah. Suzuki.インドで頑張ってる日本企業にの車に乗ります。 First Ajanta and after come back in Ellora. Okay. Excuse me. Thank you. You are not gonna drive it. Here with my friend, my tuk-tuk driver. Can he speak English? Yeah, speaking English, no problem. ただいまいるのはね、ムンバイから320キロぐらい離れたオーランガバードという町で、オーランガバードの近くにはアジャンタ石窟群とエローラ石窟群の2つの世界遺産があって、最初の計画では1日に1つずつバスで行く予定だったんですけど、前日の列車が9時間も遅れてしまったので、今日は強行群で2カ所回ります。遊園地。それよりなんかここ人の一番。あれこれ何これ。何ですかこれ。What is this? This is Mela. え？Mela. Mela. Mela. What is Mela? Bazaar? Market? Bazaar. わあ面白そう。これちょっとメニージャパニーストーリーズかも。あ、そう。少しだけで。名前なんていうの？名前は？マイケル。マイケルっていうの？マイケルさん。あ、そうなんですか。マイケル。私の名前はイスマイルさん。イスマイル。イスマイルさん。あなたの名前は？僕はあの BQ ジャーニーです。BQ ジャーニー。BQ ジャーニー。はじめまして。はい、ナイスとミーティング。はい。ナイジー。ナナの友達。テンパル。沖のテンパル。テンパル。ナナの友達。ブディステンパル。あの東大寺大仏殿院主って書いて。はあ、そうなんですか。ありがとうございます。わかりますか？わからない。わからない。あ、なんでよ。後で見て、後で。あ、わかりました。なんかこれはプレゼント。な、僕いい。これ問題ない。これサービス。いいの。後で見てお見せ。はい。はい、友達、こっち。友達。もういきなり、いや名前なんて言うんですか。名前なんて言うの。名前って中村。中村さんって言うの。中村さん。なんで前マダリジャパン。前マダリジャパン。いやまだジャパニーズ。いやジャパニーズ。ほんま。バス来ました。一人25ルーピーだそうです。違うんかい。このバス結構揺れてますね。やばいんですけど。だいたい手筋が切れてるんだけど。手筋が。はい。幸せは空の上に。幸せは空の上に。I meet your Kobayashi Akira.ウルフルズ。え、そうなの。小池徹平、just six months ago、小池徹平 is visiting in Ajanta. あ、そうなの。Ajanta is very nice place. Many superstar come to Ajanta. はい。You have to check your bag. What's your job?
I'm Kagoya san. 私のかごやさん。かごやさん。外国人600ルピーです。思ってこれなんだろう。これね、ケージオンソ。カゴ屋さんなんだね。カゴグッド。そうそう。さっきね、小林明がジャンタ来たとかって言ってたんですけど。実はあの三島由紀夫も、1967年に来たことがあるらしくて、暁の寺という小説にこのアジャンタが出てくるんですよ。あ、ないない、よいしょ。あ、じゃあ入ります。これは大窟なの、はい。あ、こんにちは。はい。OK。ここがね、アジャンタの全容が見えるところらしいですけど、馬蹄形になっています。ここは17洞窟、外の彫刻がすごいね。三島由紀夫のね、あの暁の寺という小説は、あの輪廻転生がテーマで、主人公はここの石窟曲がりながら霊的なものを感じて、
それでここにあるあの滝を眺めていると、それが亡くなった友人だっていうことに気づくっていう設定なんですよね。でまあ、滝探してたんですけど、どうもこれっぽいんですよね。まあ、小説にはね、あの高いあの二条の滝って書いてあるんですけど、まあ、高いっちゃ高いけど結構しょぼい。まあ、これってあの季節によって水量違うんすかね。結構歩いてきましたね。これがね一番最後の石窟です。これ石、はい、これ石、いや、いいですよ。これ大きな五百、見て、これ大きな五百ルピー、五百、これプラスチック、僕いいです、いらない。あ、これ石、ナイスエレファントフレンド、ハロー。いやー、えらい絡まれましたけど、アジャンタの後はアジャンタトゥーリストレストラン。皆さん乾杯。はい、乾杯。よいしょ。なんかおまけのサラダです。これですね、はい、はい、こんにちは。やってくれるんですね。チキンバターカレーです。カレーとバターチャパティです。チャパティがね、トウモロコシベースだっていうのでトルティーヤみたいに食っていますね。あのインド料理かなり飽きましたけど、チャパティをこんな風にね、あのやるとね、味がほとんどね、あのトルティーヤみたいな感じで美味しいですよ。すいません、ありがとうございました。はい、どうも。はい、おじさん嬉しそうだね。ありがとう、ありがとうございました。はい、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 チャンネル登録よろしくね。